こちょっと邪魔だね。ついたジーンズ、飛び込みで検査と老眼鏡作れるのかな。ちょっと行ってみます。老眼鏡作りました。あと30分ぐらいでできるそうなんで、東急ハンズでちょっと時間を潰してきます。ちょっと今回はフレームが太い老眼鏡にしてみました。今使ってるのが、度数を調べてもらったら老眼鏡の度数で 1.0 というやつだったので、今回はもっと近くを見たいため 2.0 という度数に合わせてみました。で、乱視があると思ってたんだけど、実は乱視はなかったそうで、左右とも同じ度数だったようなことを言ってました。視力検査してくれたお姉さんが。東急ハンズ着いた。東急ハンズでちょっと時間潰しすぎちゃった。メガネ取りに行ってきました。じゃあ戻ろう。東急ハンズは店内で、商品の撮影が、商品の動画撮影が NG みたいなんで撮影できなかったんですけど、地下のなんだっけ B2C ってところにハチドリが見た4号さんの CD とかブロマイドとか、多分あれ衣装だと思うんですけど、衣装みたいなのも置いてあって結構面白かったですよ。ウェーブ、あ、かき氷が売ってる。食いたいけどちょっと早めに戻ってコードレビューしなきゃいけない。あれ、もう宮下パーク、ルイ・ヴィトンとか開いてるのかな。